サイドでの展開が続いている町田、中へ出したボールをキープして重松から一旦下げてゴール前シュート、先制点は町田です。町田がワンチャンスものにしました。これで0対1、狭いところからゴールを奪いました。7番の吉田、移籍後初ゴールです。いや、すごくいいタイミングで中に入ってきましたね。